さてと、無事着きましたね。宇都宮駅。私ね、ずっと宇都宮って言ってましたけど、宇都宮らしいですね。うん、なんか東海地方の地名っぽいですね。あのこの下で上げるって言ったらいいのかな、岡崎とか、うん、トヨタぐらいかな、上から読むのね。でもトヨタでもね、サナゲとかね、そう、普通はここから降りたらいいんですけどね。うちの旅の目的はこっちですからね。端っこを取るって言っとるのに、なんでいいと思うんです。一番後ろの車両に乗ってしまうよな。冷静に考えたら、普通にパラダンスーパーなんやから、先頭の車両でね、取ればいいターミナルに到着する数が取れるはずやのに、乗ってから、あ、そうやなって思い出せんけど、さあってことやってきましたね。こんな感じなんだ。へえ。幹線から一気に2面4線になる駅、面白いですよね。へえ。ポン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 って立ってるのも面白いですね。ということで、車止めとはまた別で、普通はね、よくあるのは、あの、見かけるのは、この車止め標識の奥のところ、ここに車止め標識あるのは多いですけど、手前で立ててあるんですね、名実は。へえ。なるほどね。ってことで、ターミナルね。いや、順調に来てますね。順調ではないか。もうお昼だもんな。さあ、問題こっからなんですよ。でこれは折り返し、またね、これも名古屋行きなんだ。うん。ああ、問題はこっからなんだ。次、高和駅なんだよな。これが大変だね。ちなみに、吹き方先は、特急も全部ね、問答無用で、各駅停止になるっていうね。なかなか面白いですね。まあまあ、これだけ、ホースがこれだけですからね、そうなるんだなって感じですね。じゃあ次が、折り返し乗っててもあれなんですけど、まあ、せっかくからちょっと降りてね。よいしょ。で、ちょっと裏技が使えるかどうかね。バスかなんか走ってないんかな、高和の方面に。ありそうですけどね。ちょっと探してみましょう。やっぱりしれっと高架駅ですもんね。とか高架感多いですよね、この高架線、高架線じゃない、宇都宮線でしたっけ。ってことでこんな感じ。でこことか低めに作ってあるけど、でこの辺りなんかも北の奇跡巡りになってますもんね。先の方に行ってね、フェリーもありますけど、今回はそんなことを一人余裕はない。こっから瀬戸を抜けてくんやって。よいしょ。さあ、こんな感じ。条件バイクもあるけど、真ん中は使用できないな。で、あ、バスあるな。ダイヤになってるから、もう普通に出てった後だから結構降りてすぐに行かないと来なかったんだな。しまったな。もう寝の日やっぱ折り返した方が良さそうかな。バスがないんやったら折り返した方が良さそうですね。よし、タクシーをもらいたいな。タク
特に何もしてない気がするけど、まあ戻りましょうか。ご注意ください。